なんか SL の音が聞こえないな、トラクターの音が聞こえたんで、何やってるんかなと来たら、あ、これはね消毒してるね、消毒の作業。こんな寒くなってっからもキャベツは消毒しなきゃ。なんかやっぱりな、このようにね、トラクターからビューンとこう伸びるわけだ、ビューンとね。それで、まあ、それで、まあ、見た目のいい、ね、見た目のいい、美味しいキャベツを、ここから、高速に乗ってトラックで、東京まで、ね、例えば大田市場とかね、大田市場とかね、そういうところに運ばれていくわけでね。ヘラなんだから被ったら嫌だから、うん、やめるけど、まあ昼間消毒しないと思ったんだけどそんなことねえんだな。やっぱまだ、寒さも虫が食うキャベツは最高なんでんな。それをなんで虫が食うとかできないかこれは分かんない、ね、虫が食えるほど安全だと、ね、人間の何百分の1何千分の1の、ね、まあ、体積にしてみりゃ、ね、何千分の1ぐらいの虫も、まあ、いるんじゃねんかな。そういう虫が食べて、ね、安心でまた次の代その次の代とねこう命を残していくわけだから。あ、分もちょうど今閉まって、やっぱりね、旋回中。じゃあ、そういうことで。